X メンのストームっぽい。ちょっとね、俺、あれっすね。しかもなんか、このコスチュームの色的にも X メンっぽい。これ、ガエル側が結構うめえな。インプラゴールドってこんなに動くんだ。あー、すごい気持ちわかる。なんでソニックにこんな頑張って近づかれたらサマーでぶっ放されて切り返されなきゃいけねえんだよみたいな感じですよね、きっと。ガエル戦ってやっぱ難しいよね。難しい。ちょっと投げ使ってもいいんじゃない？シフトまで使ってくるわね。ちょっと大変ですね。あー、わかる。わかる。ちょっとね、ガエル戦ね、マジで難しいんだよね。どうアドバイスすればいいんだろうな。ちょっとこの試合だけだとね、ちょっと分かりづらかった。もう一試合見てみよう。俺は割とね、飛びを通しますね。結構、普通にやるのは諦めてる。本当に相手の癖となるようなソニックを出してるポイントを狙って飛ぶ。で、相手がどういう時にソニックを出してるのかっていうのを、あとね、できるかどうか分かんないですけど、こう今しゃがんでるじゃないですか。しゃがんでるとサマー撃たれるんですよ。相手が立った瞬間に飛ぶ。ガエルが立ったら飛ぶ。反応ができるかどうかではない気がするんですよね、これ。ちゃんと見てれば立ってるかどうかってわかるので。サマー以外の対空をさせるってことがすげえ大事なんですよ。今だと、さっきの人ってサマーだけだったじゃないですか、対空をしてたのが。とにかく飛んだらサマーをするみたいな。なので、ソニックを出して、後ろ歩いてる時って、後ろに歩いた瞬間に、ためが解除されるから、サマーで出せないんですよ。だ立ったら、自然としゃがみ強パンとか、風投げとか、とこういうガエルハイとか、こういう対空に変わるんですね。なんで、ガエルが立ったら、前に飛ぶ。これは結構簡単な対策になるかもしれない。まあ一応その、投げすかりサマーとかやられちゃう可能性もあるんだけど、ガエル側がちょっと難しくなるんですよ、対空。なので、飛びの対処をガエル側に難しくさせる。そのためには立った時に飛ぶ。で、立った時に飛ぶと結構ソニック打ってたりもするんで、そこで噛み合えば大ダメージにつながる。だから飛ぶ時にちょっとでもリターンが出るような飛び方を狙ってみるっていう感じですよ。リスクを少なく。はい、今回も CFN アドバイス会にご参加いただきありがとうございました。基本的には土曜日、15時から17時に開催をしています。でもしね、イベントとか被ってしまっているようであれば、まあ、平日の夜19時から、やろうと思っているので、まあ、アドバイス欲しいとか、このキャラどうやって対策すればいいんですかとか、なんかね、そういう困っていることがあったら、ぜひ、CFN アドバイス会に、まあ、ご参加していただけると嬉しいです。それでは皆さん、また次回よろしくお願いします。